さあ、ようやくちょっと、部屋入れましたね。ボット部屋じゃないところ。なんか、ボット部屋しかな、は、あの、出てこなくて、かつ、フレンド部屋入ったらなんか、満員ですって出たので、おそらく皆さんやってるのかな。でも、多分不具合、いや、どうなんだろう。だって、ランダム部屋でもできないってことは、みんな多分、ランダム部屋でボットしか出ないから、みんなこっちの、フレンド部屋に来ると思うんですよね。あー、どういうことだというのかね。ランダムマッチも多分さっきからずっとボットなんですよね。お、来たー！オッケー！よし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 、ようやく来たー。あ、団子いますね。団子どんな感じで動くかちょっと気になるな。さあ、そして、新ステージではない。いや、でもレア鬼みたいな謎の、あの鬼何なんだ、本当に。ちょっとそれが気になりすぎてちょっとやばいんですよね。あー、そこは取られる宝箱。まあ、とりあえず、いつもの宝箱の場所に行きますか。このループが入ればいっぱい青玉がゲットできる。あー、でももう青玉レベル3だから宝箱も別に開く必要ないから、まあガスマスクさえ取れれば個人的にはもういいかな感がすごい出てるんですが、とりあえずまあここに行きましょうか。でも気をつけないといけないのが、僕の後ろが青鬼の、降ってくる、あー取られるな、取れた、降ってくる位置なので、ちょっとこれモアイさんが待機してたからこっち行きましょう、下行きましょう。さあ、いただきまーす。マンダドラマンドラゴラ。ミスりました、普通に。恥ずかしい。とりあえずちょっと青鬼探ししていた。やっぱり普通の青鬼なんだな。で、金髪鬼と、もう一体の謎の青鬼が、レア鬼なんだろうけど、多分もう一体の青鬼って超絶レアなんじゃないかな。どうなんだろう。ちょっと金髪鬼のダッシュは意外すぎて、びっくりなんですが、それ以上に見たいのが、あれ絶対さ、普通の青鬼の姿じゃなかったので、まあ、ナス鬼的なね、こともあるんですが、あんなシルエット見たことないから、ガチでクリエイターさんありえそうな気がするんだよね。ヒカキン青鬼。でも、それだったら青鬼4とかに出すかな。いや、でも、青鬼オンラインの方が導入しやすいか。ごめんなさい。ちょっと挨拶だけちょっとさせていただきましょう。どうも。ガガガガガ。モアイ簡単。ほう。言いますな。私はヒーヒー言いながらゲットしましたがな。取られますな、これ。じゃあちょっとここにしましょう。いただきまんだらから。さあ、今普通の鬼が来ている。これ僕のとこに来たらし。あ、知らん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 。あ、ちょ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 、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶ、あぶ、あぶさん、ちょ、待って、僕の大好きな実況者、おぉ、はっけ、ホセ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 、遊びすぎたな。ちょっと待って、青鬼チェック、青鬼チェック。新青鬼いない？あー、ブクブク鬼か。いないな。出てこないな。もしかしてまだ実装されてないとかあるかな。すげえ、大仏が3体もいる。うらやま、あ、トライアングルハート、ありがとうございます。いや、そろそろ1回ぐらいヒカキンさんの公式と当たってみたいんですけど。まあでもね、やっぱヒカキンさんもお忙しい方なのでね、なかなか青鬼オンラインプレイできないと思いますが、機会があればね、もうプレイすればプレイするほどヒカキンさんに会える可能性があるって考えたら頑張れますからね。はい。よし。じゃあ行くぞ。お願いしますよ。大手100人揃ってるぜ、マイブラザー。もうカウントダウン始まってもいいんじゃねえか、マイブラザー。あ、これなんか始まんない感、始まんないパターンで、あ、来た、よかった。やっぱり変わってるな、アップデートで変わったな。今のね、結構始まんないパターンも多いんですよ。さあ、ここはクモ鬼がいるところだ。そして宝箱がないところだ。まあいいでしょう。とりあえず僕の今回の目的は、あくまで、動けた、宝箱出てきた。よかった。ちょっと読み込みが遅かった。待て、読み込みが遅いということは、もしかしたら新青鬼の可能性がなきにしもあらずで ござるで候。よし、行くぞ。あー、マリアさん、僕の宝箱通りますよね。すれそうですよ。おっと、トライアングルとついております。この方には挨拶をしておきましょう。待って、待って、ねえねえ、どうもどうも、ありがとう。トライアングルハートつけてくれてありがとうね。ありがとうございます。頑張ります。よし、行こう。さて、青鬼、新青鬼が、あーってことは、今回僕が最初に来たところが最終地点というところでござるね。生存99人で、あの毒霧があんだけ来てるってことは、おそらく今の、右下が最終地点だと思うので、左下行ってみ、こっちだね。ここがおそらく最後。
さあ青鬼は果たして来るのか。いやでもどうなんだろう、なんか新青鬼まだ実装されてないとかもありよな。なんだ、何の音だというのかね。ここにいるはず、ここにいるはずです。いない青鬼をまだ一回も見ていない。いた一人、まあでも普通の青鬼だね。やっぱり金髪鬼はレアなんだな。でもう一体は、もう一体がどこにいる。こっちにはいない。ちょっと青鬼を探す旅が始まってるんだけど、これ以降もレア鬼の可能性あるからね。レア鬼どんな姿なんだろう、え、めっちゃ気になる。そして毒切りだからここはもう来ない。となるともう一体は、いやちょっと待って、もう今回ガスマスク集めるっていうよりも青鬼を探す、新青鬼を探す作業にもうが行われている。そしてもう一体の青鬼いないぞ。まあ、いやガスマスクだけ取れたら取っておきたいと思います。ガスマスク、オンオン青銭5枚仕方ないことなんです。まだ今のとこ1体しか見えてないけど、もしかしたら重なっているとかかな。とりあえずじゃあここにいましょうか。まあどっちにしても最終地点になったら出てくるでしょ。あの最後になったら3体見えると思うので。さあ、あー雲鬼かー、そっかー、いないのかな。ツイッターとか見てもまだ目撃情報ないので、もしかしたら、バレへん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 、あ、バレたー、助けてー、お助けボース、お助けボース、大丈夫、落ち着け落ち着け、トラギさん落ち着いて大丈夫、諦めないで、マヤミキさん、マヤミキさん、はい、待て、ここはちょっと余裕持ってこ、余裕持ってここにいつつ、いたね、危なかったね、今危なかった、今のはいい懸命な判断。あ、ちょっと待って、ガスマスクガスマスク、あー大仏様に取られるぞ、大仏様に取られるぞ、私のもの、あ、取られた待て待て、すごい団子どういう原理で動いてるのかちょっと僕には理解できないのですが、到底で理解できないことなんですが、やはり凡人には分からないことということで、捉えてよろしいでしょうか。すごいです、すごい雲が来てます、スパイダース、意味もなく英語で言ってました。どうでしょうか皆さん、面白いですか、面白いですか、よかったです。あーちょっと待って、光が取れた、光が、光の効果後、神の効果後があらんことを、ちょっと待って、これ雲来てるな、雲来てるな、ちょっと待って、ちょっと待って、マヤミキさん、マヤミキさん、オッケー、勝った、これ勝った、これ勝つ、これこれカトゥーンですね、これこれカトゥーンですね、オッケー、ギリギリいつも生きていたいから、ふぅー、カメナスさんみたいな顔になりたい、ありがとうございます、よーし、青逃げ、久々に青逃げできた、いや久々ではないか、アップデート始まって初めての青逃げかな。よし、レア鬼出現してるけど、まあそれは雲鬼なので関係ないですね。ということでやったぜ。はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、まあ青玉とりあえずガチャ1個溜まったのでやるんですけど、そっから1回引いて、今まではね、対戦に入って青玉集めてたんですけど、今回ね、この新機能のチャレンジのおかげで、もしかしたら一回引いてさらにもう一回引けるかもしれないので、ちょ、まずとりあえず一回ここでね、青玉ガチャが出てきてくれ、あの大仏が出てきてくれれば全て終わるんですが、でもまた5連続引いていきたいと思います。でこれ一回引いた後にちょっとチャレンジでどんだけ溜まるのかちょっと見たいので、ちょっと行きましょう。でね、なんかね、ちょっと問題になってるっていうのかな、まあちょっとツイッターとかで見てて、その青玉が今回チャレンジのやつで一気に間違えてというかもらって、今これ60分の60って書いてあるじゃないですか、じゃなくて60分の300ぐらい、要はなんかチャレンジで一気に青玉もらってチャージして、で、5回ぐらい引けるわけじゃないですか。60分の300ってか、300分の60か。でも、なんか1回引いたらまたゼロになっちゃったとかで、それちょっともしかしたら改善した方がいいんじゃないのかなと僕は思うんですけど、まあそれはね、ちょっと運営さんが決めてることなので何も言えないんですけどね。はい。ということで、じゃあ青玉ガチャ1回引きましょうか。よろしくお願いします。まあでもそうだよね。これ書いてありますからね。青玉ガチャ一度回したら、すべて消費してゼロになるって書いてありますからね。これは仕方ないことかなとちょっと思ってしまいますが、じゃあ行きましょう、お願いします、タップへスタート、ここで大仏が出てきてくれれば私は何も起こらない、起こらない、起こらないってか最初から起こらないけど、かぼちゃは持っとる、かぼちゃは持っとる。でここでもう仕方ないです、もうこれはもう切り替えましょう。で今青玉レベル0じゃないですか、それでまずデイリー実績全部やったんですよ、
はい、これで1回10個ゲットすると、はい、これでまず、まあ、ここまで青玉が溜まりますと。で、期間限定がありますね。はい。ねね、なんかね、その、どっかで、累計のやつかな？なんかね、ちょっと待ってね。公式の人に当たるっていうのが、あるんですよ。どこだ？当たったって、これ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 。公式ユーザーに遭遇するっていう。青玉30個なので、ぜひね、ヒカキンさんとかね、もう、公式の方、あの、プレイしてください。当たりたい公式の人と。まあ、かなりね、これ累計だとすごいあるんですよ、これ、チャレンジがね。混乱した回数とか、結構青玉あるので、皆さんぜひね、プレイしていったらどんどんあると思うので、スキンを集めるとかもありますからね、100体。しりとりしようとか、健康第一、目回る、抱っこしていいね。はい、あるんですけど。まあ、とりあえず、ちょっとこれ受け取ります。宝箱開けた数。あ、まだあるね。どんどん、さあ、受け取る。250個、300個。どんどんこれ上がっていきますよ。400個。ん？あ、お宝ハンターに報酬なるのか。はい、どんどん取っていきますよ。ほら、もうレベル2のこれだからね。すごいよね、チャレンジは、本当に。じゃあ、宝箱どんどん取っていきましょう。これで、まだ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 ですね。大丈夫でござる。さあ、どんどん宝箱、もう宝箱はもう腐るほど開けたので。はい、これで青玉レベル3になりました。ということで、もう一回ガチャ引いていきたいと思います。2回目ですね。お願いします。大仏さん、お願いします。大仏さん、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 デジャブかな？まあ、いっか。溢れるけど仕方ない。ちょっとごめんなさい。10回いきます。これで、3回目ですね。青玉3回目レベル3いきましょう。お願いします。大仏様を私にください。お願いします。今くれたら私は、青鬼オンライン様に一生の忠誠を誓うことをここに誓います。そしてですね、ちょっとごめんなさい。説明ちょっと長くなって申し訳ないんですが、おとといかな？おとといかわかんないですけど、2本前の動画で、その、幻のシークレット青鬼って説明してたじゃないですか。どうやらあれ、本当にガチのシークレット青鬼っぽくて、あれね、一瞬だけだったんですよ、出てきたの。あの後ね、トライアンさんあんな好きなかったですよって言って、調べたら、この課長鬼ってのが普段の青鬼。で、これが本来レア鬼らしいです。お曲鬼っていうのかな。で、ダッシュ機能がついてる金髪鬼なんですけど、まあなんかバグでね、普通の青鬼と金髪鬼、この服を着てない金髪鬼がダッシュしてたって感じだったんですが、で、ここにね、明らかに形がおかしいのがいたじゃないですか。あれね、どうやらね、ヒロシの形だったから、多分、バグっちゃって、ヒロシの青鬼が出てきてたんじゃないかっていうことだったんですよ。あれの正体は、まあ、ヒロシ青鬼というか、だったみたいですね。もしかしたら次の実装であの青鬼が出てくるかもしれないので、ちょっと楽しみに待っていたいと思います。